両親が、道場の先生だったので、気づいた時には空手を始めてました。まあ、気持ち的にも、強くならないと空手っていうのは勝てないと思いますし、技術面と精神面っていうところが鍛えられるっていうのがすごく空手の魅力だと思います。木田瑞希。 Why? やっぱり小さい頃から突き技を磨いてきて、それが海外の選手にも通用するようになってきたから、その技が好きです。まあ、空手発祥の日本の地で、オリンピックが開催されるということで、すごく空手をやっているものとしてもすごく嬉しいですし、また現役として、まあ、そのオリンピックを目指せる立場にいるので、まあ、しっかりその夢に向かって日頃から一生懸命頑張って優勝を目指して空手をもっともっとメジャーにしていきたいと思います。Myself. Why? Why か。自分の中での迷いがあったりだとか恐怖心っていうのに打ち勝ってこそ相手に勝てると思うので、まずはやっぱり自分自身に勝つっていうことがすごく大切だと思うからです。まあ、イランであったり、まあ、ヨーロッパ選手っていうのはどの選手も強いので、いろんなことを想定しながらまあ、全員に勝つためにどうしてないといけないかっていうのを求めながら練習しています。基本的には毎日3時間から4時間ぐらい練習はしていて、まあ、大学と自分の両親がやっている道場で練習しています。あとはそれにプラス1時間から1時間半ぐらい別で体力トレーニングであったり筋力トレーニングっていうのをやってます。やっぱり全部大切だと思いますし、まあ、フィジカルが強くなってやっぱ気持ちの部分も強くなると思いますし、やっぱり全てを兼ね備えていないとチャンピオンにはなれないと思うので、全て大切だと思います。まあ、父親に小さい頃から育てられたので、まあ、父親の教えっていうのはすごく大切で、それを守っても来てますし、まあ、海外の選手で言えばアガイエフ選手とかっていうのが、まあ、僕は海外の試合で初めて見た時のチャンピオンでもあるので、なんかすごく憧れて真似したりはしました。柔道、テコンドー。 I practice 柔道、テコンドー。 Very nice kick。まあ、いろんなことを練習するのはいいんですけど、やっぱり自分の得意技っていうのを見つけて、それをどうやって、ポイントにしていくかっていうのを考えるようにアドバイスしたいっていうのと、あとはやっぱり楽しんで空手をやってほしいし、一回負けたからってくよくよしないで最後まで諦めずに夢に向かって頑張ってほしいということを伝えたいと思います。 I like shopping. 東京編。 I like Paris. マネージメントの練習勉強をしていました。まあ、空手に関わっていたいと思いますし、子供たちに空手を教えてやっぱりチャンピオンを育てたいなと思います。まあ、一番の強敵である自分自身に勝つことができなくて、いろんな迷いの中から試合に挑んでしまった結果、まあ、世界選手権でああいう結果になってしまいました。やっぱり、小さい頃からの、夢が世界チャンピオンだったので、やっぱりなった時はすごく嬉しかったですし、まあ、両親も会場に見に来てくれていたので、その前で優勝することができて、すごく幸せな気持ちになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。